壁が特徴的だ。まさかのワンからの追加がさ、マサバ海峡とマヒマヒってさ、しかも金目鯛で、普通になんか不人気じゃん。3つともなんかね、デカライン降下した潮の目油田とかならまだわかんないけどさ、誰が選んだんだ。時間経過によって足場が変化するのが特徴。インクを塗れる場所も増える。金目鯛人気？金目鯛人気か？人気なんか。あ、このステージ選択めっちゃいいと思うわ。まあスメーシーは個人的にあんまり好きなステージじゃないんだけど、スメーシーってフェスめっちゃ綺麗になるんだよね。遊園地だし、これね景観がいい。この3つはめちゃくちゃいいと思うわ、個人的に。アマビもめっちゃいいし、チョウザメもいいし、ザトウもいいから、これ素晴らしい。スネーシーも綺麗だから好き。これはヒラメガオカ団地、ヒラメガオカ団地めちゃくちゃ低くなってね、ね、めちゃくちゃ地盤沈下してるやん。これ絶対地盤下がったって。これもう2倍ぐらいあったのに、ワンの時。これ絶対もはや団地じゃないだろこれな。団地そこっちだろ。俺いるのかな、あの幽霊みたいな。ステージが追加されるようだ。に登場したワイパー。いや俺ね、これね、マジ欲を言うならね、これね、過去に登場した武器めちゃくちゃ消してほしかったの。めちゃくちゃ消して新武器めっちゃ増やしてほしかった、欲を言うと。まあでも過去の武器がありつつ新武器がクソほどあるんだったら全然満足です、僕は。武器はと呼ばれるタイプの武器。ワイパーめちゃくちゃ面白そうじゃない？これはねえ、これ日本刀でしょ。武器を振った遠心力でインクの刃をまっすぐ飛ばす。ちなみにこれめっちゃ弱いと思うんだけど。力を貯めて振れば。だってこれローラーでよくない？だってローラー貯めなくても一角だもん。見てこの威力の低さ、弱すぎでしょ。でもね、これワンチャンなんかね、アシストみたいなのありそうだったよな。なんかどっか見たら自動的に相手にくっつくのかなと思って。これこのイーカン弱いって。中にはドリンクが入ってあり、一定時間動きが素早くなるなど、いろんな効果を発揮する。レート変わってなくね？4本入りなのでチームメイトと。いやこれ体力増えるのかな。移動速度アップだけですとかだったらやばい、弱いけどね。いやこれは結構面白そうなんだよ。これ音も聞こえるし、ジャンプすることによってウェーブを発生。これセンサーもつくわけでしょ。これって壊せんのかな、壊せんのかこれ多分。いやこれ結構面白そうなんだけど、これなんか今までと全然違う使い方できそう。しかも結構さ、距離も届いてるよね。セーングしたり、こっからだってここまで届いてるからね。ダメージを与えることもできる。ウェーブはジャンプでかわせるぞ。これ面白いな、このジャンプでかわすって要素面白いね。いや俺これめっちゃ強いと思うんだけど、これやばくない？止まると爆発し、しかもほらこれ食らってなくね？ほらサメスライドで逃げるわ俺。え、俺これごめんだけどさ、このイカ登りをやるメリットがマジで分かんないんだけど、これ何のためにやってんの？人移動速度アップ、イカロールやイカ。え、これって何？相手が高台にいた時に無理やり無敵で詰めれるようでやるってことかな。強化するアクション強化など効果は様々だ。いやだってここでもう無敵切れてるからね、普通に抜かれる。え、同じ時間帯でも異なるルールやステージで開催されるルールだってめっちゃいいじゃん。これはいいね。バンカラ街での腕前ポイントはルールに関係なく貯めることができる。ほう。へえ。腕前は C マイナスから C、C プラス B マイナス B、まあ変わんないね。3ヶ月ごとに訪れるシーズンの境目で全てのプレイヤーの腕前が少しずつ下がります。下がる腕前はそのプレイヤーがそれまで到達したことにある最高の腕前によって決まります。めっちゃいいじゃん。S プラス0、S、プレイヤーは S2。S プラス10以上のプレイヤーは S プラス0に。これめっちゃいいじゃん。これはいいと思うわ。これはめちゃくちゃいい。
なあ、だって X 行って3年間触ってなくても X ってのはおかしいからな。めちゃくちゃいいじゃん X マッチ。あ、 S プラス0以上だったらもう X マッチいけんだ。お、いいね。 S プラス行った時点でもう X マッチいけるんだ。え、この X マッチで腕前って上がるの？例えばね、これさ、腕前のリセットがあるわけじゃん。で、S プラス10以上のプレイヤー S プラス0に下がるから、6ヶ月後に S になるってことでしょ？でもその6ヶ月間、いや、この腕前なんてどうでもいいから X マッチだけやってるわってなったら S に下がるわけでしょ？ 6 ヶ月後。そして S になると入れないでしょ？ X マッチ。S プラス10いけばいい。だから S プラス10いったら S プラス0に下がるわけやん。3ヶ月後に。で、また3ヶ月後触ってなかったらだって S に下がるわけじゃん。ってことは6ヶ月後に絶対 S になるんだよ。そうだよね。だから X マッチだけやるっていうのダメなんだな。いや、飽きてるとかじゃなくて、だって、いや、スプラ2のちゃんとめちゃくちゃやってる人って、正直 X のこのガチマッチしか興味ないでしょ。この S プラス50とか興味ないでしょ。レートが一番興味あるでしょ。で、このレートをやってたら、この腕前は下がっていくわけですよ。だからこんなん別に潜りたくないわけよ。こんなバンカラチャレンジなんて。え、下がらない？それなんか書いてる？どこに書いてる？あ、X マッチでも何？最高腕前が S プラス10以上。一度でも S プラス10に到達していれば。え、だから S プラス10以上のプレイヤーは S プラス0に下がるんじゃん。え、そうだよね。え、合ってるよね。腕前から2段階下がった腕前になりますが、S プラス10以上の人は S プラス0に下がるから、2段階下がることはないってことでしょ。でも S プラス0になった次のシーズンって S プラス0からだから、 S プラス0の人は S になるでしょ。で、S の人は、2段階下がるから、B になるでしょ。え、これ俺が合ってるよね。え、これ俺が合ってんじゃないの？ え？ねえ、あれ？もしかして俺賢い？2のデータ影響がある。それどこに書いてる？一番下。 何？一番下にそういうの持ってくんだ。これへん？お、得点があるって。ランクと関係なく好きな武器と攻撃。おお！神か？ランクと関係なく最初からバンカラマッチに参加することができます。スプラトゥーン2の腕前によって最初の腕前。あ、じゃあ腕前なんだ。X パワー関係なくて、X の人は X でみんな。あ、いいじゃん。めっちゃいいじゃん。めちゃくちゃいいね。X の人は X でまとめてんだね。あ、いいじゃん。最初からお気に入りのスプラ2で使ってた武器。いや、ニンテンドこういうの偉いね。本当に。別にいいんだけどね。好きなゲーム作ってもらって。正直。マジ、プレイヤーに配慮しすぎだよ。もはや。チェーンソーみたいなやつ？どれ？また下か。なんかさ、ちょっと、あ、待って、今あったくね？今あったくね？何これ！おい！えげつない武器あるって！えげつない武器ある！殺意が一つだけ違う！一つだけ殺意マシマシの武器あるんだけど！これ何？なんかこれワイパー系に見えない？なあ。
え、ワイパー系列っぽくない？え、だよな。俺もそう思ったんだけど。え、でもこれでぶん殴れるってこと？これぐちゃぐちゃになるじゃん。これイカちゃん真っ二つになっちゃうって、これ溜めて切ったら。ダイナモワイパーってことこれ。え、ダイナモワイパー強いんじゃね？斬撃でこうやってさ、ひたすらさ、やればいいんじゃないの？斬撃で。いかつくね。一個だけ殺意が違うんだけど、この様々な武器があるけどさ。様々な武器があるじゃん、この中に。まあ、どれもおもちゃみたいなもんだけどさ。一つだけ殺意が。これなんか書いてる。あ、これあれか。ハンコか。ハンコじゃねこれ。あ、そうだわ。こうやって回してさ。これハンコだ。こうやってなんかくるくるして。スタンプかな？スタンプっていうのかな？文房具シリーズ。かわいいイカちゃん。マジで。